あバラバラ言ってる。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ということで今回はジャンボ空港物語第3回目をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、12月の1時20分からですかね。12月終わらせようと思ったけど終わりませんでしたね。それではよろしくお願いします。88,950ゴールド。あ、トラベルキャンペーンで施設人気がちょっと足りないということなんですね。こんにちは、こちらの空港の噂を聞きまして本日は投資のお願いに来ました。ってさ、みんな投資のお願いに来てない？お金をさ、巻き上げることしか考えてないよね、ここの市は。詳しくは計画書を送りますのでよろしくお願いいたします。とマッサージチェアの導入、まああってもいいけど、マッサージチェアぐらいだったら。これ施設35以上の、施設が人気35以上ってなかなか大変じゃない？アイテムあったっけ？観葉植物か、もう立てとく観葉植物。微妙に届かないよ、やっぱ届かない、届かないね、ダメですね。どこが一番人気なんだろう。あ、施設がある、どれが一番人気なの。情報、施設一覧。あ、カフェだね。じゃあもうなんでかんでこのカフェを人気に上げていかないとまずいんじゃない。こんにちは、こちらの空港噂を聞きまして、投資ですね。金って、たくまー、こんなんじゃ空港でかくなんないだろう。あ、そう、研究ポイントが溜まってるんだ。あ、今神社作ってるの、これ一緒に行けない。あ、これ以上同時には無理だって。いいね、いいね、少しずつ。え、まあ、どこに置く。あ、神社が建築可能になりました。うーん、神社なんてどこに置けばいいんだろうね。こういうところでいいんじゃないの。あ、ダメなんだ、こういう風になってないとダメってこと。あ、もうこっち側にするかも。こっち側なんもないからね。何の近くがいいかな、パソコン。まあいいや、ここにとこ。あ、研究、おい研究、味噌汁の方が早そうだな。そんなことない。あ、待て、購入で、これ喫茶店に使ったところで上がんないんじゃない。上がるかな、人気度。お、1上がった。あと2上げればいいんだよ。セールか。12月どうですか。うん、まずじゃない。まずいよこれ。これいつまでなの、トラベルキャンペーンは。期限ないのかな。お、味噌汁どうだった、まだか。航空せんべいって上がんないんだよね。どうしようかな。ちょっと買い物したらお金貯まるから2万ぐらい。よしよし、万年筆もう一回いくか。まあいけ、あれ人気。あー、もう一回上がればもう35なんだな。でももう売ってないでしょ。売ってないわ。スツールでごまかすんじゃん。これは由々しき事態ですね。トラベルキャンペーンなかなか難しいんじゃないですか。レシピ、大福餅が研究できます。大福餅、
はい、プログラマーさんが初めて来ました。私のお金でプログラマーになった人ですかね、この人は。青空新聞最新号が発行されました。利用客のファンの数値が伸び悩んでいる経営者様必見です。今回ファン心理に詳しい名誉教授フェン・ファン・フェン・フォン・ファンフェン・フォンさんに92歳独占インタビューに成功しました。フェン氏によると、利用客に直接働きかけるのではなく、施設の人気を上げれば間接的に利用客のファンの数値を上げられるからクラメッセージをと、パペット人形で話していると思えないまともなコメントをいただきました。ファンの数値の高まりで利用客が増えるといいですねと。味噌汁来てるか。味噌汁来たらおにぎりじゃない、もう食堂はね。あと1あげたいんだよ。普通5万5千か。これせんべい上がんないんだよね、もうね。上がんないでしょ。1上がる？上がんないよ。無駄金したな。これはまずいですね。青空新聞最新号が発行されました。皆さんこんにちは。今回は有名航空アナリストの大空飛ぶぞうさん。なんかもうすごいよね、ネーミングセンスが。フェン・ファン・フォンとかさ、ファン・フェン・フォン・ファン。大空飛ぶぞうさんから収益アップのコツを聞いた。乗り入れを受け入れだけの空港なんてナンセンス。旅行機を手に入れましょう。旅行機があれば定期便の運航で収益が見込めますよ。資金に余裕があれば僕なら即やるね。ないからやらないけどねと、斜め45度をキープしながら叩き取りました。収益アップに旅客機は欠かせないそうですね。どういうこと？まずは35を。社長、飛行機が来ましたが駐機場に空きがなくて待機してますよ。もう駐機場がないの？はあ、はいはい、すぐ作りますよ。なんなの一体この駐機場って。そんなに使うもんなの？どこに置くこれ。これ置くか。まあ、はい、もう一個ぐらい置いといた方がいい。これでいいでしょう。5台が止まれますよ、うちは。あ、3万1000になった。あ、5万5000回。5万5000回5万5000回。全然足りないじゃん。あれ、でもなんかお金結構増えるようになってきたね。あと5000だ、あと5000。あと4000、あと4000、あと4000。カモン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 。これはバチコン置けば間違いないんじゃないですか、これ。あ、あと5000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 ちょうだい。あと2500円。2500円。あった。あ、違う、5000で。うん、最高だね。お前最高だな。あ、どこだっけ、建築施設駅でした。これで行っちゃうんじゃないんかしらね。はい、食堂が建築可能になりましたと。食堂はさ、喫茶店の隣の方が良さそうじゃない？うぃー、トラベルキャンペーン2の達成おめでとうございます。報酬をどうぞまあそうだよね、そんな感じでやっていかないとね。芸能界デビューに3万5000。お前自分でデビューしろよ、そんなの。だ、ふざけんな。どうしよう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 。え、これがいいかな。これでいいよね。これが一番網羅してんじゃない。おい、あ、食堂か、とりあえず。あ、どうする。こいつ帰ってからにする。もうめんどくさいもの買っちゃったな。鹿せんべい買っとくかんじゃん。これに鹿せんべい使えないのかな。投資したマッサージチェアの導入が完了したそうです。
ッサージチェアどこに置く？いや、なんかどこに置いていいか分かんないのがいっぱい増えたね。売り上げめっちゃ増えたじゃん。社長、お客さん、お見えですよ。ふっふっふ、極秘ルートで入手した珍品を格安で販売する賄賂商会です。こちらは現金のみの取り扱いとなっております。リアルマネーです。水田空港さんはまだ施設用品をお持ちでないとお見受けしました。賄賂君からチラシをもらいました。何チラシって？ワイド商会が送るドキドキの特別販売協議は研究ポイントの手ですけど、おお、いいねいいねいいね。77,000円貯めとかなきゃなんねえのかんじゃ。え、77,000円も貯めなきゃなんねえの、大変だな。まあ、こいつ来るでしょとりあえず。でそれ次第でいいか。あ、研究ポイントが余るぜ。大福35。ねえねえ、和菓子ってどこ？パンが増えたよ。所持金が370円ポッチ増えたって。こんにちは。俺さっきから女の人なんだね。こんにちは。こちらの空港の噂を聞きまして、本日は投資のお願い。投資ばっかだな本当に。ワープロの購入は悪くないと思う。この PC コーナーの隣に置いたら評価良さそうじゃない？よくランクアップはどうなってんのこのところで。あ、依頼をもう一個とお金を稼げばいいんだ。ふっふっふっふ、そんなのすぐであろう。コマル市の空港ではぼったくりが流行っておる。世の中ぼったくりだ。ん、来たってよ。航空エンジン、どこにいんのお前。これお前か。お前だ。頼みよ頼みよお前。ここが墜落空港か。空港の雰囲気はマックスこいマックスこい、いきなり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 マックスこい。もういいんじゃないこれもう。あ、もうほぼほぼ OK じゃん。もうなるほど、想像以上です。これは期待できそうですね。楽しみたいと思います。グいいねいいね。あ、アイテム楽しいね。いやね、これ前回ね、録音とかやった時にこれ家だったんですよ。これ今職場でやってるんですけども、もう誰もいないんで、まあ仕事終わりにこう撮ってるんですけども、やっぱ家だとちょっと気使っちゃいますよね、人がいるんで。なのでリミッター解除で今日はお送りさせていただいてます。誰もいないんで。あ、どこ行った航空エンジン、お前か。もう笑ってんじゃんお前。もう帰れよお前。よし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 、じゃあもういいわ、もうお前はいいわ。これ1個ずらせる？2個ぐらいずらす？2個ずらしたらダメかな。2個ずらすかな。ああ、何これと相性なの？カフェとの相性がね。ってことは、あ、これでいいんじゃない？この間に食堂を置いてさ、とりあえずマッサージチェアは、あ、どうしよう。こっち向かない？あ、見てみた。で、え、どうしよう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 。お店で食堂、食堂でけえな、おい。ここにするか。食堂で販売する商品、うん、これも決まりだよ、もう。味噌汁でしょ？で、おにぎりでしょ？あとは、天然水？はい。これでいいでしょ？それぞれの飲み物はそれぞれのお店で飲んでくださいね。ちゃんと適材適所で。マッサージチェアと PC コーナー、やっぱりね、上がると思ったんだな、そこ。依頼やっとくか。ワープロの購入、ワープロの購入が開始されました。あ、やべ、77,000円食べたかったのに。
はい、食堂13、はい、17、はい、ドン、はい、はい、ドン、最高じゃねこれ。もういきなり20スタート、27だわもう。あ、神、はい、神食堂完成しました。食堂、道なくね、ここ道伸ばしとくか。これ本屋と相性いいな、あと何かな。あ、そっちも行けるようにしとくんじゃ、一応ね。うん、もうお前はもうニコニコだから帰っていいわもう。あ、お金がない、5万8000しかないけど大丈夫それ、ちょっとやばいんじゃない。俺がね、すごい音したね今ね、着陸の音かな。料金アップですってよ、欲しいね、欲しいけどとりあえず7万7000貯めといた方がいいんだよね。あ、お金来る、研究ポイント20、いいね、チラシ7万7000だもんね。2年3月、あーやっべー、全然足んねえし、全然足んねえし、キャプテン C、 キャプテン C、全然足んねえし、キャプテン C、 あーお願いお願い、あと9000、あと9000、あと9000、何買い物して、買い物して、買い物して、よしよしよし、何、南島行き特別便が登場開始します。知らない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 、はい、もう大丈夫、はい、もう8万2000行きました、全然大丈夫大丈夫大丈夫。航空エンジニアさんがお金のようですよ、果たして満足いただけたのか、満足です。こんにちは、この度はご招待いただきありがとうございました、千代の富士卓球。空港も侮れませんね、とても楽しい時間を過ごしました、それではお力になれればと思い、墜落後のために旅客機の設計図を描きました、よかったら使って、こんな簡単に描けんのかって言ったの、もう簡単すぎでしょそれ。はいはい、エアライトはなんとありがたい、これで私たちの旅客機が作れますよーと。研究から設計図を選択して研究を進めましょう。経営ランクアップ、あ、ランクアップしたか、ランク2、地方空港にランクアップしました。お金めっちゃもらったけど、搭乗口が建築可能になりました、到着口が、こんにちは、こんなに早く呼ばれると思わず入れ歯を忘れるとこじゃったわい、ふがふが。ランクアップを見ると墜落空港の経営手腕には驚かされるの、次も報酬を用意しておるから引き続きランクアップを目指して頑張るのじゃ。 ASMR 頑張るのじゃやりましたね、この調子でどんどんランクアップしていきましょう。すごい、ただただ痛いよね、すいません。旅客機を2機所有しましょう。なんでですの、レシピジンジャーエール、ジンジャーエールとかいいじゃん、とりあえず飛行機作ろう。ジンジャーエール、どこで売るジンジャーエールって、ここかな、お前邪魔だって、押せねっつうのこれ、自販機あった、あ、ここじゃない、待って待って、これコーラと何言ってんの、あ、コーラと天然水しかない、ここでしょジンジャーエール、あ、喫茶店かな、でもこれめっちゃ燃えてっかんな、使いたくねえな、マッサージチェーン、 あ、そういうとこに設置するアイテムなのかな、その研究ポイントがうんたらかんたらってやつは。ん、天然水がレベルアップ、こんにちは、ワイド紹介です、チラシの予告通りに参りましたよ、ふうふう、墜落誤差にとって有益な商品ばかり揃えました。え、1個じゃないの、ひらめきが 10% と2アップします、 PC コーナー神社、うん、まあとりあえずこの知恵のお札を買いますか、神社に設置しましょう、もう全部買っちゃえ、
おっと、売るものがなくなってしまいましたね。ありがとうございました。また極秘ルートで商品を仕入れておきますので、次回もよろしくお願いしますよ。施設用品の知恵のお札が手に入りました。施設用品は特定の施設に装備でき、用品の種類によってさまざまな効果を発揮しますよ。施設によって装備できる用品は異なりますが、これは PC コーナーに使えそうです。神社じゃないの？ PC コーナーを選択して、いや俺神社がいいんだけど、神社にするわ。もうそういうのはね、あの人気度アップ使っとくかな。あいいね、18、はい、ひらめき、いいね、25、はい、鹿せんべい、いいね、何こう鹿せんべいめちゃめちゃ良かったぞ今。買え鹿せんべい、買え鹿せんべい、売ってないわ。料金アップ、花瓶万年筆買っとくか。え、何そんなに上がんの？アイテム使えるんじゃ。花瓶は花いける人いるでしょ。ほらやっぱ景色も流れちゃった。万年筆なんてもうみんな絵馬に字書くでしょ。だってほら料金アップは使わないと。料金アップは俺ここに使いたいんだよ。自販機、みんな自販機使うでしょ。喉乾いたらさ、喫茶店なんか行くのもったいないなって自販機使うじゃん。こんにちは、こちらの空間。また投資ね。お前ずっと投資じゃない？平社員の分際でお前仕事戻れっつうの。よしよし、これなんでさ、はいはい、アイテム使う、料金アップ800円ぐらいになれよお前。おお、いいね、自販機よくなりましたね本当に。トイレもあれなのかな、アイテムの持ってないって。うわ、研究ポイント100ポイントだって。早く作るっつうのお前。これ2個いけない？アイテムの分解って何これ。うん、めちゃめちゃいい神社だよこれ。社長、投資したワッフルの購入が完了しました。さあ、え、翻訳かね。ワープルどこ行きますかね。あ、買わなきゃなんない、もしかして。あ、違うの、ワープルどこで建築するの、施設。え、お店。え、何なの一体、アイテムなの、何なの、ワープロって何なの、どこにあんの。もうそういうとこだよね、ちょっとわけわかんないのね。はい、ということで前半のジャンボ空港物語をここで終わります。続きは後半戦ということで、また見てください。それでは本日もありがとうございました。またねー。